ドリーム1号艇柴田光選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして今節引きました15号機ですけれども、手応えとしては現状いかがでしょうか？そうですね、まあそんなパッとしてないんですけども、ちょっと特訓行った時ね、なんか伸び弱めかなと思ったので、まあそこの辺修正できるようにちょっとプロペラとか調整しようと思います。うん、スタートの見え方としては特訓ではいかがでしたか？ちょっとね、波とかあって分かりづらいですけど、まあ地元なんでね、そこは大丈夫だと思います。操縦性の部分はまだレース前ですが、そのあたりはいかがでしょう？で、前傾の後ちょっとペラ叩いて朝乗ってみたんですけど、はい、まあ、乗りやすく、昨日よりは乗りやすくなってたので、まあ、こっち方向で調整できるかなと思います。はい、それでは地元での一節間、ゲストの皆様に一言お願いします。はい、最終日は精一杯走ります。応援をします。2号艇吉川明夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今節引いた73号機は 42% という数字なんですけれども、まあ、前回地元の秋山選手が準優勝でしたが、いかがですかね、手応えは？足合わせしててもそんな勝つことはないんですけど、まあ、負けることないし、まあ、乗りやすさも前回よりはあるかなとは思ってます。なるほど、前回よりは確実に良さそうです。もう前回は全く乗れんかったんでね。それでは本番までの調整というのはどういったことを考えてますかね？ちょっと回転が足らない部分とかあるんで、それを乗ってしっかり、うん、自分好みに合わせたいなと思います。はい、スタートは昨日の特訓の見え方はいかがでしたか？この間走った時もね、ちょっと全然分からなくて、うん、でも今回ちょっと息足がまたしっかりしてるんで、ちょっと楽しみかなとは思ってるんですけどね。はい、それではドリーム戦へ向けてゲストの皆様に一言お願いします。前回来た時の悔しさのリベンジしたいと思いますんで、応援よろしくお願いします。3号艇川井裕樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今節引きましたモーターなんですけれども、45号機 36% の2連対率、手応えとしてはいかがでしたか？前傾尾はそのまま乗って、プロペラちょっと回転不足な感じがあったんで、まあ、今日朝ちょっと乗ったんですけど、まあ、それでもちょっと足りてないんで、もうちょっとしっかり叩いて、まあ、時間があるんでしっかり叩きたいです。うん、はい、今日1回走りですけれども、その調整面というのは本体も含めて考えられますか？まあ、とりあえずしっかり回転をプロペラで合わせてから、あとは考えたいと思います。はい、それでは今節へ向けてゲストの皆様に一言お願いします。はい、今年1年優勝で締めくくりたいと思います。お願いします。4号艇坂本博人選手です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今節の36号機なんですけれども、前傾や今朝の動きはいかがでしたか？まあ、前傾はまあ乗ってどうでしょうね、なんかあんまりよく分からなかったっていうのが正直なところですね。あ、なるほど。そんなに悪い感じもなかった？悪いというか、あんまり、まあ、よくはなかったんですけど、まあ、そんな悪いこともないのかなっていうのがちょっとよく分かってなかったです。はい、本番へ向けてここをつけていきたい、重視していきたいの足というのはいかがでしょうか？いや、まず起こしから行き足ですかね。そこをしっかり仕上げないとやっぱスタート決まらないんで。うん、特訓の感触ではそこはどうなんでしょう？どうですかね、まあ、もう分かんないですね。うん、具体的にはプロペラでの調整にはなりますか？そうですね。はい、ではゲストの方へ向けて最後に一言お願いします。はい、しっかりと仕上げて、船券絡めるように頑張ります。5号艇内堀学選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今節引いた75号機なんですけれども、前傾での感触というのはいかがでした？乗る前にペラ叩いて特訓行ったんですけど、少し伸びに余裕あるかなって感じはしましたね。はい、今日はドリーム戦1回走り5枠なんですけれども、ではその伸びこうもっとつくならば求めていきたいというところですかね？まあでもスタートいけないんで、どうしようかなって考えてるんですけど、まあ、とりあえず今ペラ叩いて、まあ、これから時間あるんで本体ちょっと全部ばらして点検したいと思います。乗り心地も重視はしていきたいですかね？そうですね、レース足重視でいきたいですね。はい、はい、それではゲストの皆様に最後に一言お願いします。はい、スタートいけないですけど、いっそいっそ、しっかり走ります。6号艇アルガ達也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今節引いたモーターなんですけれども、22号機前傾などでの感触はいかがでしたか？ターンは、まあ、しっかり水を掴んでて、まあ、追い風でも帰ってくるなという印象はありました。うん、では数字はあまりないですけれども、こう悲観することはなさそうですかね？まあ、ちょっとレース行ってみないと何とも言えないですけど、でも昨日のまんまだと起こしがちょっと鈍かったので、
まあ、その辺を改善していきたいと思います、うん。ではレースへ向けて大きなことはせず外回りでという感じですか。そうですね、外回りとペラで反応あればやっていきたいと思います、うん。はい、まあ、6枠となりましたがコース取りいかがでしょうか。ピット離れ飛ばない限りは枠なりになると思います。はい、それではドリーム戦へ向けてゲストの皆様に一言お願いします。はい、ちょっと枠は遠いですけど船券に絡めるように一生懸命走ります。応援お願いします。